新年明けましておめでとうございます。はい、って言ってもね、もう2月なんですけど、うん、というわけでね、ついにやってきました、2月ですよ。2月といえばキャンプですよ。はい、いやーもうね、ついに来たって感じですね。とは言ってももうサボりにサボったんで、私にとってはね、これ新年一発目なんですよね。うん、なのでちょっと、キャンプの話は置いといて、今回は2022年の、抱負っていうことでやっていきたいと思います。はい、3つ考えました。はい、それではね、発表します。まずは1つ目、ドーン、はい、優勝です。いやーね、もうやっぱりもう久々の優勝ね、もう味わいたいんですよ、本当に。うん、まあ、でもね、やっぱり去年のヤクルトの躍進を見れば、まあ、ドラゴンズだってね、決して無理な話ではないと思うんですよね。まあ、なので、やっぱりね、まずは、ファンがね、信じていきましょう。うん、はい、2つ目、ドーン、そう、交流です。はい、これはどういうことかというと、そうですね、ドララブファミリーの皆さんと、直接交流がしたいなっていうことです。はい、まあね、どうしてもコロナが落ち着いてからっていうふうにはなっちゃうだろうけど、まあ、例えば、バンテリンに一緒に行って、観戦ツアーなんてのも、やってみたいなって思ってるんですよ。うん、まあ、これはね、なので時期を見て、計画、企画していきたいなと思います。はい、最後3つ目、ドーン、はい、もうね、これはね、見たまんまです。はい、ちょうどね、去年の2月にこのチャンネルをスタートして、ね、皆様のおかげで、登録者、3800人まで、増えました。はい、ありがとうございます。で、これをね、今年1年で、1万人にまで増やしたいなーなんて思ってるんですよね。うん、そのためにもね、これから、また面白い動画たくさん撮っていきたいなって思ってます。はい、以上になります。いやー、2月に入って、今年の抱負を発表する人ってもなかなかいないですよね。うん、まあ、そんなね、マイペースな私ですが、どうぞね、今年も、よろしくお願いします。さて、そろそろね、本題に行きますか。はい、まあ、本題にっていうかね、もう皆さんお気づきだと思いますが、これですよ、これ。はい、なんとね、もう私の愛してやまない立浪監督の直筆サインでございます。いやー、手が振るはい、なんとですね、うちのリスナーさんが、熱いお手紙とともに、プレゼントしてくれました。イエーイ。いや、なんかね、プレゼントっていうよりは、大切な、ね、宝物をこう託されたっていう感じがして、嬉しいと同時にね、もう本当に気が引き締まる思いです。このサインが似合うくらい、素敵な動画をね、たくさん作っていきたいなと思います。はい、もう本当にありがとうございました。はい、というわけでね、今回はもうそろそろ終わろうかな。いや、本当はね、もっと話したい話いっぱいあるんですよ。ドラゴンズのね、公式アプリがリリースされた話とか、で、あとファンクラブ特典のバッグが届いた話とか、まあ他にもね、いろいろあるんですけど、まあ、今回はウォーミングアップということで、この辺でね、終わりたいと思います。はい、それでは今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。解散！わあ、なんか久しぶり。
杯。揺れる想い、さよならの代わりに。負けないで、もう少し、最後まで走り抜けて。それは一言優勝だ、命の限りの中日だ。いいぞ頑張れドラゴンズ、燃えよドラゴンズ。閉店。